箴言第一章。ダビデの子、イスラエルの王、ソロモンの箴言。これは人に知恵と教訓とを知らせ、悟りの言葉を悟らせ、賢い行いと正義と公正と公平の教訓を受けさせ、白のない者に悟りを与え、若い者に知識と慎みを得させるためである。賢い者はこれを聞いて学に進み、悟い者は指導を得る。人はこれによって箴言と例えと賢い者の言葉とその謎とを悟る。主を恐れることは知識の始めである。愚かな者は知恵と教訓を軽んじる。我が子よ、あなたは父の教訓を聞き、母の教えを捨ててはならない。それらはあなたの頭の麗しい冠となり、あなたの首の飾りとなるからである。我が子よ、悪者があなたを誘ってもそれに従ってはならない。彼らがあなたに向かって一緒に来なさい。我々は待ち伏せして人の血を流し、罪のない者をゆえなく伏して狙い、黄泉のように彼らを生きたままで飲み尽くし、健やかな者を墓に下る者のようにしよう。我々は様々の尊い家財を得、奪い取ったもので我々の家を満たそう。あなたも我々の仲間に加わりなさい。我々は共に一つの金袋を持とうと言っても、我が子よ、彼らの仲間になってはならない。あなたの足をとどめて彼らの道に行ってはならない。彼らの足は悪に走り、血を流すことに早いからだ。すべて鳥の目の前で網を張るのは無駄である。彼らは自分の血を待ち伏せし、自分の命を伏して狙うのだ。すべて利を貪る者の道はこのようなものである。これはその持ち主の命を取り去るのだ。知恵は巷に呼ばわり、市場にその声を上げ、城壁の頂きで叫び、町の門の入り口で語る。資料のない者たちよ、あなた方はいつまで資料のないことを好むのか。あざける者はいつまであざけりを楽しみ、愚かな者はいつまで知識を憎むのか。私の戒めに心を止めよ。見よ、私は自分の思いをあなた方に告げ、私の言葉をあなた方に知らせる。私は呼んだが、あなた方は聞くことを拒み、手を伸べたが、顧みる者はなく、かえってあなた方は私のすべての勧めを捨て、私の戒めを受けなかったので、私もまたあなた方が災いに遭う時に笑い、あなた方が強行に遭う時、あざけるであろう。これは強行が嵐のようにあなた方に臨み、災いがつむじ風のように臨み、悩みと悲しみとがあなた方に臨む時である。その時彼らは私を呼ぶであろう。しかし私は答えない。ひたすら私を求めるであろう。しかし私には会えない。彼らは知識を憎み、主を恐れることを選ばず、私の勧めに従わず、すべての戒めを軽んじたゆえ、自分の行いの身を喰らい、自分の計りごとに飽きる。資料のない者の不従順は己を殺し、愚かな者の安楽は己を滅ぼす。しかし私に聞き従う者は安らかに住まい、災いに遭う恐れもなく安全である。箴言第二章。我が子よ、もしあなたが私の言葉を受け、私の戒めをあなたの心に収め、あなたの耳を知恵に傾け、あなたの心を悟りに向け、しかももし知識を呼び求め、悟りを得ようとあなたの声を上げ、銀を求めるようにこれを求め、隠れた宝を尋ねるようにこれを尋ねるならば、あなたは主を恐れることを悟り、神を知ることができるようになる。これは主が知恵を与え、知識と悟りとは御口から出るからである。彼は正しい人のために確かな知恵を蓄え、誠実に歩む者の盾となって、公正の道を保ち、その生徒たちの道筋を守られる。その時あなたはついに正義と公正、公平とすべての良い道を悟る。これは知恵があなたの心に入り、知識があなたの魂に楽しみとなるからである。
慎みはあなたを守り、悟りはあなたを保って、悪の道からあなたを救い、偽りを言う者から救う。彼らは正しい道を離れて、暗い道に歩み、悪を行うことを楽しみ、悪人の偽りを喜び、その道は曲がり、その行いは横島である。慎みと悟りはまた、あなたを遊女から救い、言葉の巧みな、みだらな女から救う。彼女は若い時の友を捨て、その神に契約したことを忘れている。その家は死に下り、その道は黄泉に赴く。すべて彼女のもとへ行く者は帰らない。また命の道に至らない。こうしてあなたは善良な人々の道に歩み、正しい人々の道を守ることができる。正しい人は地に流らえ、誠実な人は地にとどまる。しかし、悪しき者は地から立ち滅ぼされ、不真実な者は地から抜き捨てられる。箴言第三章。我が子よ、私の教えを忘れず、私の戒めを心に留めよ。そうすれば、これはあなたの日を長くし、命の年を延べ、あなたに平安を増し加える。慈しみと誠とを捨ててはならない。それをあなたの首に結び、心の日に記せ。そうすればあなたは神と人との前に、恵みと誉れとを得る。心を尽くして主に信頼せよ。自分の知識に頼ってはならない。すべての道で主を認めよ。そうすれば主はあなたの道をまっすぐにされる。自分を見て賢いと思ってはならない。主を恐れて悪を離れよ。そうすればあなたの身を健やかにし、あなたの骨に元気を与える。あなたの財産とすべての産物の初なりをもって主をあがめよ。そうすればあなたの蔵は満ちて余り、あなたの酒舟は新しい酒であふれる。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。その戒めを嫌ってはならない。主は愛する者を戒められるからである。あたかも父がその愛する子を戒めるように、知恵を求めて得る人、悟りを得る人は幸いである。知恵によって得る者は、銀によって得る者に勝り、その利益は聖金よりも良いからである。知恵は宝石よりも尊く、あなたの望む何者もこれと比べるに足りない。その右の手には長寿があり、左の手には富と誉れがある。その道は楽しい道であり、その道筋は皆平安である。知恵はこれを捉える者には命の木である。これをしっかり捉える人は幸いである。主は知恵をもって地のもといを据え、悟りをもって天を定められた。その知識によって海は湧き入れ、雲は露を注ぐ。我が子よ、確かな知恵と慎みとを守って、それをあなたの目から離してはならない。それはあなたの魂の命となり、あなたの首の飾りとなる。こうしてあなたは安らかに自分の道を行き、あなたの足はつまずくことがない。あなたは座しているとき恐れることはなく、伏すときあなたの眠りは心地よい。あなたはにわかに起こる恐慌を恐れることなく、悪しき者の滅びが来てもそれを恐れることはない。これは主があなたの信頼するものであり、あなたの足を守って罠に囚われさせられないからである。あなたの手に善をなす力があるならば、これをなすべき人になすことを差し控えてはならない。あなたが物を持っているとき、その隣人に向かい、去ってまた来なさい。明日それをあげよう、と言ってはならない。あなたの隣人が傍らに安らかに住んでいるとき、これに向かって悪を図ってはならない。もし人があなたに悪を行ったのでなければ、ゆえなくこれと争ってはならない。暴虐な人を羨んではならない。そのすべての道を選んではならない。横島な者は主に憎まれるからである。しかし正しい者は主に信任される。主の呪いは悪しき者の家にある。しかし正しい人の住まいは主に恵まれる。
彼はあざける者をあざけり、へりくだる者に恵みを与えられる。知恵ある者は誉れを得る。しかし愚かな者は恥ずかしめを得る。箴言第四章。子供らよ、父の教えを聞き、悟りを得るために耳を傾けよ。私は良い教訓をあなた方に授ける。私の教えを捨ててはならない。私も我が父には子であり、我が母の目には一人の愛し子であった。父は私を教えていった。私の言葉を心に留め、私の戒めを守って命を得よ。それを忘れることなく、また我が口の言葉に背いてはならない。知恵を得よ、悟りを得よ。知恵を捨てるな、それはあなたを守る。それを愛せよ、それはあなたを保つ。知恵の始めはこれである。知恵を得よ。あなたが何を得るにしても、悟りを得よ。それを尊べ、そうすればそれはあなたを高く上げる。もしそれを抱くならば、それはあなたを尊くする。それはあなたの頭に麗しい飾りを置き、栄の冠をあなたに与える。我が子よ、聞け。私の言葉を受け入れよ。そうすればあなたの命の年は多くなる。私は知恵の道をあなたに教え、正しい道筋にあなたを導いた。あなたが歩くとき、その歩みは妨げられず、走るときにもつまずくことはない。教訓を固く捉えて、離してはならない。それを守れ、それはあなたの命である。横島な者の道に入ってはならない。悪しき者の道を歩んではならない。それを避けよ、通ってはならない。それを離れて進め。彼らは悪を行わなければ眠ることができず、人をつまずかせなければ寝ることができず、不正のパンを食らい、暴虐の酒を飲むからである。正しい者の道は夜明けの光のようだ。いよいよ輝きを増して真昼となる。悪しき人の道は暗闇のようだ。彼らは何につまずくかを知らない。我が子よ、私の言葉に心を留め、私の語ることに耳を傾けよ。それをあなたの目から離さず、あなたの心の内に守れ。それはこれを得る者の命であり、またその全身を健やかにするからである。油断することなく、あなたの心を守れ。命の泉はこれから流れ出るからである。曲がった言葉をあなたから捨て去り、横島な談話をあなたから遠ざけよ。あなたの目はまっすぐに正面を見、あなたのまぶたはあなたの前をまっすぐに見よ。あなたの足の道に気をつけよ。そうすればあなたのすべての道は安全である。右にも左にも迷い出てはならない。あなたの足を悪から離れさせよ。箴言第五章。我が子よ、私の知恵に心を留め、私の悟りに耳を傾けよ。これはあなたが慎みを守り、あなたの唇に知識を保つためである。遊女の唇は蜜を滴らせ、その言葉は油よりも滑らかである。しかしついには、彼女は苦よもぎのように苦く、諸刃の剣のように鋭くなる。その足は死に下り、その歩みは黄泉の道に赴く。彼女は命の道に心を留めず、その道は人を迷わすが、彼女はそれを知らない。子供らよ、今私の言うことを聞け。私の口の言葉から離れ去ってはならない。あなたの道を遊女から遠く離し、その家の門に近づいてはならない。おそらくはあなたの誉れを他人に渡し、あなたの年を無慈悲な者に渡すに至る。おそらくは他人があなたの資産によって満たされ、あなたの労苦は他人の家に行く。そしてあなたの終わりが来て、あなたの身と体が滅びるとき、泣き悲しんで言うであろう。私は教訓を厭い、心に戒めを軽んじ、教師の声に聞き従わず、私を教える者に耳を傾けず、集まりの中、回収のうちにあって、
私は破滅に陥りかけたと。あなたは自分の水溜から水を飲み、自分の井戸から湧き出す水を飲むがよい。あなたの泉を外に撒き散らし、水の流れを巷に流しておかろうか。それを自分だけのものとし、他人を共に預からせてはならない。あなたの泉に祝福を受けさせ、あなたの若い時の妻を楽しめ。彼女は愛らしい目鹿、美しい鹿のようだ。いつもその乳房を持って満足し、その愛を持って常に喜べ。我が子よ、どうして遊女に迷い、みだらな女の胸を抱くのか。人の道は主の目の前にあり、主はすべてその行いを見守られる。悪しき者は自分の咎に捕らえられ、自分の罪の縄につながれる。彼は教訓がないために死に、その愚かさの大きいことによって滅びる。箴言第六章。我が子よ、あなたがもし隣人のために保証人となり、他人のために手を打って誓ったならば、もしあなたの唇の言葉によって罠にかかり、あなたの口の言葉によって捕らえられたならば、我が子よ、その時はこうして己を救え。あなたは隣人の手に陥ったのだから、急いで行って隣人にひたすら求めよ。あなたの目を眠らせず、あなたのまぶたをまどろませず、カモシカが狩人の手から逃れるように、鳥が鳥を捕る者の手から逃れるように己を救え。怠け者よ、アリのところへ行き、そのすることを見て知恵を得よ。アリは頭なく、司なく、王もないが、夏のうちに食物を備え、借り入れの時に糧を集める。怠け者よ、いつまで寝ているのか、いつ目を覚まして起きるのか。しばらく眠り、しばらくまどろみ、手をこまねいてまたしばらく休む。それゆえ貧しさは、盗人のようにあなたに来たり、乏しさは、つわもののようにあなたに来る。よこしまな人、悪しき人は、偽りの言葉を持って行き巡り、目で目くばせし、足で踏み鳴らし、指で示し、よこしまな心を持って悪を図り、絶えず争いを起こす。それゆえ災いは、にわかに彼に望み、たちまちにして打ち破られ、助かることはない。主の憎まれるものが六つある。いな、その心に忌み嫌われるものが七つある。すなわち高ぶる目、偽りを有した、罪なき人の血を流す手、悪しき計りごとを巡らす心、速やかに悪に走る足、偽りを述べる証人、また兄弟のうちに争いを起こす人がこれである。我が子よ、あなたの父の戒めを守り、あなたの母の教えを捨てるな。常にこれをあなたの心に結び、あなたの首の周りにつけよ。これはあなたが歩くとき、あなたを導き、あなたが寝るとき、あなたを守り、あなたが目覚めるとき、あなたと語る。戒めは灯火である。教えは光である。教訓の懲らしめは命の道である。これはあなたを守って悪い女に近づかせず、みだらな女の巧みな舌に惑わされぬようにする。彼女の麗しさを心に慕ってはならない。そのまぶたに捕らえられてはならない。遊女は一回のパンのために雇われる。しかし、みだらな女は人のたっとい命を求める。人は火をその懐に抱いて、その着物が焼かれないであろうか。また人は熱い火を踏んで、その足が焼かれないであろうか。その隣の妻と不義を行う者もそれと同じだ。すべて彼女に触れる者は罰を免れることはできない。盗人が飢えた時、その飢えを満たすために盗むならば、人は彼を軽んじないであろうか。もし捕らえられたなら、その七倍を償い、その家の家財をことごとく出さなければならない。女と姦淫を行う者は白がない。これを行う者は己を滅ぼし、傷と恥ずかしめとを受けて、その恥をすすぐことができない。妬みはその夫を激しく怒らせるゆえ、恨みを報いるとき、容赦することはない。どのような贖い者をも顧みず、
多くの贈り物をしても和らがない。箴言第七章。我が子よ、私の言葉を守り、私の戒めをあなたの心に蓄えよ。私の戒めを守って命を得よ。私の教えを守ること、瞳を守るようにせよ。これをあなたの指に結び、これをあなたの心の碑に記せ。知恵に向かってあなたは我が姉妹と言い、悟りに向かってはあなたの友と呼べ。そうすればこれはあなたを守って遊女に迷わせず、言葉巧みなみだらな女に近づかせない。私は我が家の窓におり、格子窓から外を覗いて、白のない者のうちに、若い者のうちに、一人の知恵のない若者のいるのを見た。彼は巷を過ぎ、女の家に行く曲がり角に近づき、その家に行く道を黄昏に、酔いに、また夜中に、また暗闇に歩いて行った。見よ、遊女の装いをした陰険な女が彼に会う。この女は騒がしくて、慎みなく、その足は自分の家にとどまらず、ある時は巷にあり、ある時は市場にあり、隅々に立って人を伺う。この女は彼を捕らえて口づけし、恥知らぬ顔で彼に言う。私は秋音祭を捧げなければならなかったが、今日その誓いを果たしました。それで私はあなたを迎えようと出て、あなたを訪ね、あなたに会いました。私は床に美しい人根と、エジプトの綾布を敷き、もつ薬、ろ灰、経費を持って私の床を匂わせました。さあ、私たちは夜が明けるまで、情を尽くし、愛を交わして楽しみましょう。夫は家にいません。遠くへ旅立ち、手に金袋を持って出ました。満月になるまでは帰りませんと。女が多くのなまめかしい言葉を持って彼を惑わし、巧みな唇を持って誘うと、若い人は直ちに女に従った。あたかも牛がほほり場に行くように、お鹿が速やかに捕らえられ、ついに矢がその内臓を突き刺すように、鳥が速やかに網にかかるように、彼は自分の命を失うようになることを知らない。子供らよ、今私の言うことを聞き、我が口の言葉に耳を傾けよ。あなたの心を彼女の道に傾けてはならない。またその道に迷ってはならない。彼女は多くの人を傷つけて倒した。まことに彼女に殺された者は多い。その家は黄泉へ行く道であって、死の部屋へ下っていく。箴言第八章。知恵は呼ばわらないのか、悟りは声を上げないのか。これは道のほとりの高いところの頂き、また巷の中に立ち、町の入り口にある諸々の門の傍ら、正門の入り口で呼ばわって言う。人々よ、私はあなた方に呼ばわり、声を上げて人の子らを呼ぶ。白のない者よ、悟りを得よ。愚かな者よ、知恵を得よ。聞け、私は高貴なことを語り、我が唇は正しいことを語り出す。我が口は真実を述べ、我が唇は悪しきことを憎む。我が口の言葉は皆正しい。そのうちに偽りと横島はない。これは皆悟き者の明らかにするところ、知識を得る者の正しとするところである。あなた方は銀を受けるよりも私の教えを受けよ。聖金よりもむしろ知識を得よ。知恵は宝石に勝り、あなた方の望むすべてのものはこれと比べるに足りない。知恵である私は悟りを住処とし、知識と慎みとを持つ。主を恐れるとは悪を憎むことである。私は高ぶりとおごりと悪しき道と偽りの言葉とを憎む。計りごとと確かな知恵とは私にある。私には悟りがあり、私には力がある。私によって王たる者は世を治め、君たる者は正しい定めを立てる。私によって主たる者は支配し、司たる者は地を治める。私は私を愛する者を愛する。
私を切に求める者は私に出会う。富と誉れとは私にあり、優れた宝と繁栄もまたそうである。私の身は金よりも聖金よりもよく、私の産物は聖銀に勝る。私は正義の道、公正な道筋の中を歩み、私を愛する者に宝を得させ、またその蔵を満ちさせる。主が昔その技を成し始められるとき、その技の始めとして私を作られた。いにしえ死のなかったとき、初めに私は建てられた。まだ海もなく、また大いなる水の泉もなかったとき、私はすでに生まれ、山もまだ定められず、丘もまだなかったとき、私はすでに生まれた。すなわち神がまだ、地をも、脳も、地の塵のもとをも作られなかったときである。彼が天を作り、海の表に大空を張られたとき、私はそこにあった。彼が上に空を固く立たせ、淵の泉を強く定め、海にその限界を立て、水にその岸を越えないようにし、また地のもといを定められたとき、私はその傍らにあって名将となり、日々に喜び、常にその前に楽しみ、その地で楽しみ、また世の人を喜んだ。それゆえ子供らよ、今私の言うことを聞け、私の道を守る者は幸いである。教訓を聞いて知恵を得よ。これを捨ててはならない。私の言うことを聞き、日々私の門の傍らで伺い、私の戸口の柱の脇で待つ人は幸いである。それは私を得る者は命を得、主から恵みを得るからである。私を失う者は自分の命を損なう。すべて私を憎む者は死を愛する者である。箴言第九章。知恵は自分の家を建て、その七つの柱を建て、獣をほふり、酒を混ぜ合わせて振る舞いを備え、箸溜めを使わして町の高いところで呼ばわり言わせた。白のない者よ、ここに来たれと。また知恵のない者に言う、来て私のパンを食べ、私の混ぜ合わせた酒を飲み、白のない技を捨てて命を得、悟りの道を歩めと。あざける者を戒める者は自ら恥を得、悪しき者を責める者は自ら傷を受ける。あざける者を責めるな、おそらく彼はあなたを憎むであろう。知恵ある者を責めよ、彼はあなたを愛する。知恵ある者に教訓を授けよ、彼はますます知恵を得る。正しい者を教えよ、彼は学に進む。主を恐れることは知恵のもとである。聖なる者を知ることは悟りである。私によってあなたの日は多くなり、あなたの命の年は増す。もしあなたに知恵があるならば、あなた自身のために知恵があるのである。もしあなたがあざけるならば、あなた一人がその責めを負うことになる。愚かな女は騒がしく、みだらで恥を知らない。彼女はその家の戸口に座し、町の高いところにある座に座り、道を急いで行き来する人を招いて言う。白のない者よ、ここに来たれと。また知恵のない人に向かってこれに言う。盗んだ水は甘く、密かに食べるパンはうまいと。しかしその人は、死の影がそこにあることを知らず、彼女の客は黄泉の深みにおることを知らない。箴言第十章。ソロモンの箴言。知恵ある子は父を喜ばせ、愚かな子は母の悲しみとなる。不義の宝は益なく、正義は人を救い出して死を免れさせる。主は正しい人を飢えさせず、悪しき者の欲望をくじかれる。手を動かすことを怠る者は貧しくなり、勤め働く者の手は富を得る。夏のうちに集める者は賢い子であり、借り入れの時に眠る者は恥をきたらせる子である。正しい者の頭には祝福があり、
悪しき者の口は暴虐を隠す。正しい者の名は褒められ、悪しき者の名は朽ちる。心の悟き者は戒めを受ける。無駄口を叩く愚かな者は滅ぼされる。まっすぐに歩む者の歩みは安全である。しかしその道を曲げる者は災いに遭う。目で目くばせする者は憂いを起こし、あからさまに戒める者は平和をきたらせる。正しい者の口は命の泉である。悪しき者の口は暴虐を隠す。憎しみは争いを起こし、愛はすべての咎を覆う。悟き者の唇には知恵があり、知恵のない者の背には無知がある。知恵ある者は知識を蓄える。愚かな者の無駄口は今にも滅びをきたらせる。富める者の宝はその固き城であり、貧しい者の乏しきはその滅びである。正しい者の受ける賃金は命に導き、悪しき者の利得は罪に至る。教訓を守る者は命の道にあり、懲らしめを捨てる者は道を踏み迷う。憎しみを隠す者には偽りの唇があり、そしりを口に出す者は愚かな者である。言葉が多ければ咎を免れない。自分の唇を制する者は知恵がある。正しい者の舌は正銀である。悪しき者の心は価値が少ない。正しい者の唇は多くの人を養い、愚かな者は知恵がなくて死ぬ。主の祝福は人を富ませる。主はこれに何の悲しみをも加えない。愚かな者は戯れ事のように悪を行う。悟き人には賢い行いが楽しみである。悪しき者の恐れることは自分に来たり、正しい者の願うことは与えられる。嵐が通り過ぎるとき、悪しき者はもはやいなくなり、正しい者は永久に固く立てられる。怠け者はこれを使わす者にとっては、巣が歯を痛め、煙が目を悩ますようなものだ。死を恐れることは、人の命の日を多くする。悪しき者の年は縮められる。正しい者の望みは喜びに終わり、悪しき者の望みは耐える。主はまっすぐに歩む者には城であり、悪を行う者には滅びである。正しい者はいつまでも動かされることはない。悪しき者は地に住むことができない。正しい者の口は知恵を生み出し、偽りの舌は抜かれる。正しい者の唇は喜ばるべきことをわきまえ、悪しき者の口は偽りを語る。箴言第11章。偽りの計りは主に憎まれ、正しい憤怒は彼に喜ばれる。高ぶりが来れば恥もまた来る。へりくだる者には知恵がある。正しい者の誠実はその人を導き、不真実な者の横島はその人を滅ぼす。宝は怒りの火に益なく、正義は人を救い出して死を免れさせる。誠実な者はその正義によってその道をまっすぐにせられ、悪しき者はその悪によって倒れる。正しい者はその正義によって救われ、不真実な者は自分の欲によって捕らえられる。悪しき者は死ぬときその望みは耐え、不真実な者の望みもまた耐える。正しい者は悩みから救われ、悪しき者は変わってそれに陥る。不真実な者はその口を持って隣人を滅ぼす。正しい者は知識によって救われる。正しい者が幸せになればその町は喜び、悪しき者が滅びると喜びの声が起こる。町は正しい者の祝福によって高く上げられ、悪しき者の口によって滅ぼされる。隣人を侮る者は知恵がない。悟き人は口をつぐむ。人の良し悪しを言い歩く者は秘密を漏らす。心の中心なる者はことを隠す。
指導者がなければ民は倒れ、助言者が多ければ安全である。他人のために保証をする者は苦しみを受け、保証を嫌う者は安全である。しとやかな女は誉れを得、凶暴な男は富を得る。慈しみある者は己自身に益を得、残忍な者は己の身を損なう。悪しき者の得る報いは虚しく、正義をまく者は確かな報いを得る。正義を固く保つ者は命に至り、悪を追い求める者は死を招く。心のねじけた者は主に憎まれ、まっすぐに道を歩む者は彼に喜ばれる。確かに悪人は罰を免れない。しかし正しい人は救いを得る。美しい女の慎みがないのは、金の輪の豚の鼻にあるようだ。正しい者の願いはすべて良い結果を得、悪しき者の望みは怒りに至る。施し散らしてなお富を増す人があり、与えるべきものを惜しんでかえって貧しくなるものがある。物惜しみしない者は富、人を潤す者は自分も潤される。穀物をしまい込んで売らない者は民に呪われる。それを売る者の頭には祝福がある。善を求める者は恵みを得る。悪を求める者には悪が来る。自分の富を頼む者は衰える。正しい者は木の青葉のように栄える。自分の家族を苦しめる者は風を所有とする。愚かな者は心の悟き者のしもべとなる。正しい者の結び目は命の木である。不法な者は人の命を取る。もし正しい者がこの世で罰せられるならば、悪しき者と罪人とはなおさらである。箴言第十二章。戒めを愛する人は知識を愛する。懲らしめを憎む者は愚かである。善人は主の恵みを受け、悪い計り事を設ける人は主に罰せられる。人は悪をもって固く立つことはできない。正しい人の根は動くことはない。賢い妻はその夫の冠である。恥を被らせる妻は夫の骨に生じた腐れのようなものである。正しい人の考えは公正である。悪しき者の計ることは偽りである。悪しき者の言葉は人の血を流そうと伺う。正しい人の口は人を救う。悪しき者は倒されて失せ去る。正しい人の家は固く立つ。人はその悟りに従って褒められ、心のねじけた者は癒しめられる。身分の低い人でも自分で働く者は、自ら高ぶって食に乏しい者に勝る。正しい人はその家畜の命を顧みる。悪しき者は残忍をもって哀れみとする。自分の田地を耕す者は食料に飽きる。無益なことに従う者は知恵がない。悪しき者の堅固な櫓は崩壊する。正しい人の根は固く立つ。悪人は唇の咎によって罠に陥る。しかし正しい人は悩みを逃れる。人はその口の実によって幸福に満ちたり、人の手の技はその人の身に返る。愚かな人の道は自分の目に正しく見える。しかし知恵ある者は勧めを入れる。愚かな人はすぐに怒りを表す。しかし賢い人は恥ずかしめをも気に留めない。真実を語る人は正しい証言をなし、偽りの証人は偽りを言う。剣を持って刺すように、みだりに言葉を出す者がある。しかし知恵ある人の舌は人を癒す。真実を言う唇はいつまでも保つ。偽りを言う舌はただ瞬きの間だけである。悪を企む者の心には欺きがあり、善を図る人には喜びがある。
正しい人には何の害悪も生じない。しかし悪しき者は災いをもって満たされる。偽りを言う唇は主に憎まれ、真実を行う者は彼に喜ばれる。悟き人は知識を隠す。しかし愚かな者は自分の愚かなことを表す。勤め働く者の手はついに人を治める。怠る者は人に仕えるようになる。心に憂いがあればその人をかがませる。しかし親切な言葉はその人を喜ばせる。正しい人は悪を離れ去る。しかし悪しき者は自ら道に迷う。怠る者は自分の獲物を捕らえない。しかし勤め働く人はたっとい宝を得る。正義の道には命がある。しかし誤りの道は死に至る。箴言第13章。知恵ある子は父の教訓を聞く。あざける者は懲らしめを聞かない。善良な人はその口の実によって幸福を得る。不真実な者の願いは暴虐である。口を守る者はその命を守る。唇を大きく開く者には滅びが来る。怠け者の心は願い求めても何も得ない。しかし勤め働く者の心は豊かに満たされる。正しい人は偽りを憎む。しかし悪しき人は恥ずべく忌まわしく振る舞う。正義は道をまっすぐに歩む者を守り、罪は悪しき者を倒す。富んでいると偽って何も持たない者がいる。貧しいと偽って多くの富を持つ者がいる。人の富はその命をあがなう。しかし貧しい者にはあがなうべき富がない。正しい者の光は輝き、悪しき者の灯火は消される。高ぶりはただ争いを生じる。勧告を聞く者は知恵がある。急いで得た富は減る。少しずつ蓄える者はそれを増すことができる。望みを得ることが長引くときは心を悩ます。願いが叶うときは命の気を得たようだ。御言葉を軽んじる者は滅ぼされ、戒めを重んじる者は報いを得る。知恵ある人の教えは命の泉である。これによって死の罠を逃れることができる。善良な賢い者は恵みを得る。しかし不真実な者の道は滅びである。おおよそ悟き者は知識によってことを行い、愚かな者は自分の愚を見せびらかす。悪しき使者は人を災いに陥れる。しかし忠実な使者は人を救う。貧乏と恥ずかしめとは教訓を捨てる者に来る。しかし戒めを守る者はたっ飛ばれる。願いが叶えば心は楽しい。愚かな者は悪を捨てることを嫌う。知恵ある者と共に歩む者は知恵を得る。愚かな者の友となる者は害を受ける。災いは罪人を覆い、正しい者は良い報いを受ける。善良な人はその修行を子孫に残す。しかし罪人の富は正しい人のために蓄えられる。貧しい人の神殿は多くの食料を産する。しかし不正によれば押し流される。無知を加えない者はその子を憎むのである。子を愛する者は努めてこれを懲らしめる。正しい者は食べてその食欲を満たす。しかし悪しき者の腹は満たされない。箴言第14章。知恵はその家を建て、愚かさは自分の手でそれを壊す。まっすぐに歩む者は主を恐れる。曲がって歩む者は主を侮る。愚かな者の言葉は自分の背に鞭を当てる。知恵ある者の唇はその身を守る。牛がなければ穀物はない。牛の力によって農作物は多くなる。真実な証人は嘘を言わない。偽りの証人は嘘をつく。
あざける者は知恵を求めても得られない。さとき者は知恵を得ることがたやすい。愚かな者の前を離れされ、そこには知識の言葉がないからである。さとき者の知恵は自分の道をわきまえることにあり、愚かな者の愚かは欺くことにある。神は悪しき者をあざけられる。正しい者はその恵みを受ける。心の苦しみは心自らが知る。その喜びには他人は預からない。悪しき者の家は滅ぼされ、正しい者の幕屋は栄える。人が見て自ら正しいとする道でも、その終わりはついに死に至る道となるものがある。笑う時にも心に悲しみがあり、喜びの果てに憂いがある。心のもとれる者はその仕業の実を刈り取り、善良な人もまたその行いの実を刈り取る。思慮のない者はすべてのことを信じる。さとき者は自分の歩みを慎む。知恵ある者は用心深く悪を離れる。愚かな者は高ぶって用心しない。怒りやすい者は愚かなことを行い、賢い者は忍耐強い。思慮のない者は愚かなことを自分のものとする。さとき者は知識をもって冠とする。悪人は善人の前にひれ伏し、悪しき者は正しい者の門にひれ伏す。貧しい者はその隣にさえも憎まれる。しかし富める者は多くの友を持つ。隣人を癒しめる者は罪人である。貧しい人を憐れむ者は幸いである。悪を図る者は己を誤るではないか。善を図る者には慈しみと誠とがある。すべての勤労には利益がある。しかし口先だけの言葉は貧乏をきたらせるだけだ。知恵ある者の冠はその知恵である。愚かな者の花の冠はただ愚かさである。誠の証人は人の命を救う。偽りを吐く者は裏切り者である。主を恐れることによって人は安心を得、その子らは逃れ場を得る。主を恐れることは命の泉である。人を死の罠から逃れさせる。王の栄えは民の多いことにあり、君の滅びは民を失うことにある。怒りを遅くする者は大いなる悟りがあり、気の短い者は愚かさを表す。穏やかな心は身の命である。しかし興奮は骨を腐らせる。貧しい者を教えたげる者はその作り主を侮る。乏しい者を憐れむ者は主を敬う。悪しき者はその悪しき行いによって滅ぼされ、正しい者はその正しきによって逃れ場を得る。知恵は悟き者の心にとどまり、愚かな者の心に知られない。正義は国を高くし、罪は民を辱める。賢いしもべは王の恵みを受け、恥をきたらす者はその怒りに遭う。箴言第15章。柔らかい答えは憤りをとどめ、激しい言葉は怒りを引き起こす。知恵ある者の舌は知識を分かち与え、愚かな者の口は愚かを吐き出す。主の目はどこにでもあって、悪人と善人とを見張っている。優しい舌は命の木である。乱暴な言葉は魂を傷つける。愚かな者は父の教訓を軽んじる。戒めを守る者は賢い者である。正しい者の家には多くの宝がある。悪しき者の所得には煩いがある。知恵ある者の唇は知識を広める。愚かな者の心はそうでない。悪しき者の供え物は主に憎まれ、正しい者の祈りは彼に喜ばれる。悪しき者の道は主に憎まれ、正義を求める者は彼に愛せられる。道を捨てる者には厳しい懲らしめがあり、
戒めを憎む者は死に至る。黄泉と滅びとは死の目の前にあり、人の心はなおさらである。あざける者は戒められることを好まない。また知恵ある者に近づかない。心に楽しみがあれば顔色も喜ばしい。心に憂いがあれば気は塞ぐ。さとき者の心は知識を尋ね、愚かな者の口は愚かさを食物とする。悩んでいる者の日々はことごとく辛く、心の楽しい人は常に宴会を持つ。少しのものを所有して死を恐れるのは、多くの宝を持って苦労するのに勝る。野菜を食べて互いに愛するのは、肥えた牛を食べて互いに憎むのに勝る。憤りやすい者は争いを起こし、怒りを遅くする者は争いをとどめる。怠け者の道には茨が生え茂り、正しい者の道は平らかである。知恵ある子は父を喜ばせる。愚かな人はその母を軽んじる。無知な者は愚かなことを喜び、さとき者はまっすぐに歩む。愛はかることがなければ計画は破れる。はかる者が多ければそれは必ずなる。人は口から出る好ましい答えによって喜びを得る。時にかなった言葉はいかにも良いものだ。知恵ある人の道は登って命に至る。こうしてその人は下にある黄泉を離れる。主は高ぶる者の家を滅ぼし、やもめの地境を定められる。悪人の計りごとは主に憎まれ、潔白な人の言葉は彼に喜ばれる。不正なりを貪る者はその家を煩わせる。賄を憎む者は生きながら得る。正しい者の心は答えるべきことを考える。悪しき者の口は悪を吐き出す。主は悪しき者に遠ざかり、正しい者の祈りを聞かれる。目の光は心を喜ばせ、良い知らせは骨を潤す。ためになる戒めを聞く耳を持つ者は知恵ある者の中にとどまる。教訓を捨てる者は己の命を軽んじ、戒めを重んじる者は悟りを得る。主を恐れることは知恵の教訓である。謙遜は栄誉に先立つ。箴言第十六章。心に計ることは人に属し、舌の答えは主から出る。人の道は自分の目にことごとく潔しと見える。しかし主は人の魂を計られる。あなたのなすべきことを主に委ねよ。そうすればあなたの計るところは必ずなる。主はすべてのものをおのおのそのようのために作り、悪しき人をも災いの日のために作られた。すべて心に高ぶる者は主に憎まれる。確かに彼は罰を免れない。慈しみと誠によって咎はあがなわれる。主を恐れることによって人は悪を免れる。人の道が主を喜ばせるとき、主はその人の敵をもその人と和らがせられる。正義によって得たわずかなものは、不義によって得た多くの宝に勝る。人は心に自分の道を考え計る。しかしその歩みを導く者は主である。王の唇には神の決定がある。裁きをするときその口に誤りがない。正しい計りと天秤とは主のものである。袋にある糞道もすべて彼の作られたものである。悪を行うことは王の憎むところである。その位が正義によって固く立っているからである。正しい唇は王に喜ばれる。彼は正しいことを言う者を愛する。王の怒りは死の使者である。知恵ある人はこれをなだめる。王の顔の光には命がある。彼の恵みは春雨をもたらす雲のようだ。知恵を得るのは金を得るのに勝る。
悟りを得るのは銀を得るよりも望ましい。悪を離れることは正しい人の道である。自分の道を守る者はその魂を守る。高ぶりは滅びに先立ち、誇る心は倒れに先立つ。へりくだって貧しい人々と共におるのは、高ぶる者と共にいて獲物を分けるに勝る。慎んで御言葉を行う者は栄える。主により頼む者は幸いである。心に知恵ある者は悟き者と唱えられる。唇が甘ければその教えに人を解きつける力を増す。知恵はこれを持つ者に命の泉となる。しかし愚かさは愚かな者の受ける懲らしめである。知恵ある者の心はその言うところを賢くし、またその唇に人を解きつける力を増す。心地よい言葉は蜂蜜のように魂に甘く体を健やかにする。人が見て自分で正しいとする道があり、その終わりはついに死に至る道となるものがある。骨折る者は飲食のために骨折る。その口が自分に迫るからである。横島な人は悪を企てる。その唇には激しい火のようなものがある。偽る者は争いを起こし、告げ口する者は親しい友を離れさせる。知恵たげる者はその隣人をいざない。これを良くない道に導く。目くばせする者は悪を図り、唇を縮める者は悪事を成し遂げる。白髪は栄える冠である。正しく生きることによってそれが得られる。怒りを遅くする者は勇士に勝り、自分の心を治める者は城を攻め取る者に勝る。人はくじを引く。しかしことを定めるのは全く主のことである。箴言第17章。平穏であって一塊の乾いたパンのあるのは、争いがあって食物の豊かな家に勝る。賢いしもべは身持ちの悪い息子を治め、かつその兄弟たちの中にあって資産の分け前を得る。銀を試みる者はるつぼ、金を試みる者は炉。人の心を試みる者は主である。悪を行う者は偽りの唇に聞き、偽りを言う者は悪しき舌に耳を傾ける。貧しい者を嘲ける者はその作り主を侮る。人の災いを喜ぶ者は罰を免れない。孫は老人の冠である。父はこの栄えである。優れた言葉は愚かな者には似合わない。まして偽りを言う唇は気にたる者には似合わない。賄いはこれを送る人の目には幸運の玉のようだ。その向かうところどこでも彼は栄える。愛を追い求める人は人の過ちを許す。人のことを言いふらす者は友を離れさせる。一度の戒めが悟き人に徹するのは、百度の懲らしめが愚かな人に徹するよりも深い。悪しき者はただ背くことのみを求める。それゆえ彼に向かっては残忍な使者が使わされる。愚かな者が愚かなことをするのに会うよりは、こう取られた恵まに会う方がよい。悪をもって善に報いる者は、悪がその家を離れることがない。争いの始めは水が漏れるのに似ている。それゆえ喧嘩の起こらないうちにそれをやめよう。悪しき者を正しいとする者、正しいものを悪いとするもの、この二つのものは共に主に憎まれる。愚かなものはすでに心がないのに、どうして知恵を買おうとして手にその代金を持っているのか。友はいずれの時にも愛する。兄弟は悩みの時のために生まれる。知恵のない人は手を打ってその隣人の前で保証をする。争いを好む者は罪を好む。その門を高くする者は滅びを求める。曲がった心の者は幸いを得ない。みだりに舌を持って語る者は災いに陥る。
愚かな子を産む者は嘆きを得る。愚か者の父は喜びを得ない。心の楽しみは良い薬である。魂の憂いは骨を枯らす。悪しき者は人の懐から賂を受けて裁きの道を曲げる。さとき者はその顔を知恵に向ける。しかし愚かな者は目を地の果てに注ぐ。愚かな子はその父の憂いである。またこれを産んだ母の痛みである。正しい人を罰するのは良くない。たっとい人を打つのは悪い。言葉を少なくする者は知識のある者。心の冷静な人は悟き人である。愚かな者も黙っている時は知恵ある者と思われ、その唇を閉じている時は悟き者と思われる。箴言第18章。人と交わりをしない者は口実を探し、すべての良い考えに激しく反対する。愚かな者は悟ることを喜ばず、ただ自分の意見を言い表すことを喜ぶ。悪しき者が来ると癒しめもまた来る。不名誉が来ると恥ずかしめも共に来る。人の口の言葉は深い水のようだ。知恵の泉は湧いて流れる川である。悪しき者をエコひいきすることは良くない。正しい者を裁いて悪しき者とすることも良くない。愚かな者の唇は争いを起こし、その口は鞭打たれることを招く。愚かな者の口は自分の滅びとなり、その唇は自分を捕らえる罠となる。人の良し悪しを言う者の言葉は美味しい食物のようで、腹の奥に染み込む。その仕事を怠る者は滅ぼす者の兄弟である。主の名は堅固な櫓のようだ。正しい者はその中に走り込んで救いを得る。止める者の富はその固き城である。それは高き城壁のように彼を守る。人の心の高ぶりは滅びに先立ち、謙遜は栄誉に先立つ。ことをよく聞かないで答える者は愚かであって恥をこむる。人の心は病苦をも忍ぶ。しかし心の痛む時は誰がそれに耐えようか。悟き者の心は知識を得、知恵ある者の耳は知識を求める。人の贈り物はその人のために道を開き、また尊い人の前に彼を導く。先に訴え出るものは正しいように見える。しかしその訴えられた人が来てそれを調べて、ことは明らかになる。くじは争いをとどめ、かつ強い争い相手の間を決定する。助け合う兄弟は堅固な城のようだ。しかし争いは櫓の冠の木のようだ。人は自分の言葉の結ぶ身によって満ち足り、その唇の産物によって自ら飽きる。死と生とは舌に支配される。これを愛する者はその身を食べる。妻を得る者は良きものを得る。かつ主から恵みを与えられる。貧しい者は哀れみをこい、止める者は激しい答えをする。世には友らしい見せかけの友がある。しかし兄弟よりも頼もしい友もある。箴言第19章。正しく歩む貧しい者は曲がったことを言う愚かな者に勝る。人が知識のないのは良くない。足で急ぐ者は道に迷う。人は自分の愚かさによって道につまずき、かえって心の内に主を恨む。富は多くの新しい友を作る。しかし貧しい人はその友に捨てられる。偽りの証人は罰を免れない。偽りを言う者は逃れることができない。気前の良い人にこびる者は多い。人は皆贈り物をする人の友となる。貧しい者はその兄弟すらも皆これを憎む。
ましてその友はこれに遠ざからないであろうか。言葉をかけてこれを呼んでも去って帰らないのである。知恵を得る者は自分の魂を愛し、悟りを保つ者は幸いを得る。偽りの証人は罰を免れない。偽りを言う者は滅びる。愚かな者が贅沢な暮らしをするのはふさわしいことではない。しもべたる者が君たる者を治めるなどはなおさらである。悟りは人に怒りを忍ばせる。過ちを許すのは人の誉れである。王の怒りは獅子の吠えるようであり、その恵みは草の上に置く露のようである。愚かな子はその父の災いである。妻の争うのは雨漏りの体内のと等しい。家と富とは先祖から受け継ぐもの。賢い妻は主から賜るものである。怠りは人を熟睡させる。怠け者は飢える。戒めを守る者は自分の魂を守る。御言葉を軽んじる者は死ぬ。貧しい者を憐れむ者は主に貸すのだ。その施しは主が償われる。望みのあるうちに自分の子を凝らせ。これを滅ぼす心を起こしてはならない。怒ることの激しい者は罰を受ける。たとえ彼を救ってやっても、さらに繰り返さねばならない。勧めを聞き、教訓を受けよ。そうすれば、ついには知恵ある者となる。人の心には多くの計画がある。しかし、ただ主の御旨だけが固く立つ。人に望ましいのは、慈しみ深いことである。貧しい人は偽りを言う人に勝る。主を恐れることは人を命に至らせ、常に飽き足りて災いに遭うことはない。怠け者は手を皿に入れても、それを口に持って行くことをしない。あざける者を打て、そうすれば白のない者も慎む。悟き者を戒めよ、そうすれば彼は知識を得る。父に乱暴を働き、母を追い出す者は、恥をきたらし、恥ずかしめを招く子である。我が子よ、知識の言葉を離れて、人を迷わせる教訓を聞くことをやめよ。悪い証人は裁きをあざけり、悪しき者の口は悪をむさぼり食う。裁きはあざける者のために備えられ、無知は愚かな者の背のために備えられる。箴言第20章。酒は人をあざけるものとし、濃い酒は人を暴れ者とする。これに迷わされる者は無知である。王の怒りは獅子が吠えるようだ。彼を怒らせる者は自分の命を損なう。争いに関係しないことは人の誉れである。すべて愚かな者は怒り争う。怠け者は寒い時に耕さない。それゆえ借り入れの時になって求めても何もない。人の心にある計り事は深い井戸の水のようだ。しかし、悟き人はこれを汲み出す。自分は真実だという人が多い。しかし、誰が忠心な人に会うであろうか。欠けたところなく正しく歩む人、その後の子孫は幸いである。裁きの座に座る王はその目をもってすべての悪を振るい分ける。誰が私は自分の心を清めた、私の罪は清められたということができようか。互いに違った二種の計り、二種のマスは等しく主に憎まれる。幼子でさえもその行いによって自らを示し、そのすることの清いか正しいかを表す。聞く耳と見る目とは共に主が作られたものである。眠りを愛してはならない。そうすれば貧しくなる。目を開け、そうすればパンに飽くことができる。買うものは悪い悪いという。しかし去って後彼は自ら誇る。金もあり、値の高い宝石も多くあるが、たっとい器は知識の唇である。
人のために保証する者からは、まずその着物を取れ、他人のために保証する者をば抵当に取れ、欺き取ったパンはおいしい、しかし後にはその口は砂利で満たされる、はかりごとは共に義することによってなる、戦おうとするならば、まずよく義しなければならない。歩き回って人の良し悪しを言う者は秘密を漏らす。唇を開いて歩く者と交わってはならない。自分の父母を罵る者は、その灯火は暗闇の中に消える。はじめに急いで得た資産は、その終わりが幸いでない。私が悪に報いると言ってはならない。主を待ち望め、主はあなたを助けられる。互いに違った二種の奮闘は主に憎まれる。偽りの計りは良くない。人の歩みは主によって定められる。人はどうして自らその道を明らかにすることができようか。軽々しくこれは聖なる捧げ物だと言い、また誓いを立てて後に考えることはその人の罠となる。知恵ある王は身をもって仰ぎ分けるように悪人を散らし、車を持って脱穀するようにこれを罰する。人の魂は主の灯火であり、人の心の奥を探る。慈しみと誠とは王を守る。その位もまた正義によって保たれる。若い人の栄えはその力。老人の美しさはその白髪である。傷つくまでに打てば悪いところは清くなり、鞭で打てば心の底までも清まる。箴言第21章。王の心は主の手の内にあって水の流れのようだ。主は御心のままにこれを導かれる。人の道は自分の目には正しく見える。しかし主は人の心を測られる。正義と公平を行うことは、犠牲にも勝って主に喜ばれる。高ぶる目とおごる心とは、悪しき人の灯火であって罪である。勤勉な人の計画は、ついにその人を豊かにする。すべて怠る者は貧しくなる。偽りの舌を持って宝を得るのは、吹き払われる煙、死の罠である。悪しき者の暴虐はその身を滅ぼす。彼らは公平を行うことを好まないからである。罪人の道は曲がっている。潔白な人の行いはまっすぐである。争いを好む女と一緒に家におるよりは、屋根の隅におる方がよい。悪しき者の魂は悪を行うことを願う。その隣人にも好意を持って見られない。あざける者が罰を受けるならば、資料のない者は知識を得る。知恵ある者が教えを受けるならば、知識を得る。正しい神は、悪しき者の家を認めて、悪しき者を滅びに投げ入れられる。耳を閉じて貧しい者の呼ぶ声を聞かない者は、自分が呼ぶときに聞かれない。密かな贈り物は憤りをなだめる。懐の舞いは激しい怒りを和らげる。公義を行うことは正しい者には喜びであるが、悪を行う者には滅びである。悟りの道を離れる人は死人の集会の中におる。快楽を好む者は貧しい人となり、酒と油とを好む者は富むことがない。悪しき者は正しい者の贖いとなり、不真実な者は正しい人に変わる。争い怒る女と共におるよりは、荒野に住む方がましだ。知恵ある者の家には、たっとい宝があり、愚かな人はこれを飲み尽くす。正義と慈しみとを追い求める者は、命と誉れとを得る。知恵ある者は強い者の城に登って、その頼みとする砦を崩す。口と舌とを守る者は、その魂を守って悩みに合わせない。高ぶりおごる者を、あざける者と名付ける。彼は高慢無礼な行いをする者である。
怠け者の欲望は自分の身を殺す。これはその手を働かせないからである。悪しき者はひねもす人のものを貪る。正しい者は与えて惜しまない。悪しき者の供え物は憎まれる。悪意を持って捧げるときはなおさらである。偽りの証人は滅ぼされる。よく聞く人の言葉は伝わることがない。悪しき者は厚かましく、正しい人はその道を慎む。主に向かっては知恵も悟りも計りごとも何の役にも立たない。戦いの日のために馬を備える。しかし勝利は主による。箴言第22章。黎明は大いなる富に勝り、恩恵は銀や金よりも良い。富める者と貧しい者とは共に世におる。すべてこれを作られたのは主である。賢い者は災いを見て自ら避け、白のない者は進んでいって罰を受ける。謙遜と主を恐れることとの報いは富と誉れと命とである。横島な者の道には茨と罠があり、魂を守る者は遠くこれを離れる。子をその行くべき道に従って教えよう。そうすれば年老いてもそれを離れることがない。富める者は貧しき者を治め、借りる者は貸す人の奴隷となる。悪をまく者は災いを借り、その怒りの杖は廃れる。人を見て恵む者は恵まれる。自分のパンを貧しい人に与えるからである。あざける者を追放すれば争いもまた去り、かついさかいも恥ずかしめもなくなる。心の潔白を愛する者、その言葉の上品な者は王がその友となる。主の目は知識ある者を守る。しかし主は不真実な者の言葉を破られる。怠け者は言う、獅子が外にいる、私は巷で殺されると。遊女の口は深い落とし穴である。主に憎まれる者はその中に陥る。愚かなことが子供の心の中につながれている。懲らしめの無知はこれを遠く追い出す。貧しい者を教えたげて自分の富を増そうとする者と、富める者に与える者とはついに必ず貧しくなる。あなたの耳を傾けて知恵ある者の言葉を聞き、かつ私の知識にあなたの心を用いよ。これをあなたのうちに保ち、ことごとくあなたの唇に備えておくなら楽しいことである。あなたが主により頼むことのできるように、私は今日これをあなたにも教える。私は進めと知識との三十の言葉をあなたのために記したではないか。それは正しいこと、真実なことをあなたに示し、あなたを使わした者に真実の答えをさせるためであった。貧しい者を貧しいゆえにかすめてはならない。悩む者を町の門で押さえつけてはならない。それは主が彼らの訴えを正し、かつ彼らを損なう者の命を損なわれるからである。怒る者と交わるな、憤る人と共に行くな。それはあなたがその道に倣って自ら罠に陥ることのないためである。あなたは人の手を打つ者となってはならない。人の負債の保証をしてはならない。あなたが償うものがないとき、あなたの寝ている寝床までも人が奪い取ってよかろうか。あなたの先祖が建てた古い地境を移してはならない。あなたはその技に巧みな人を見るか。そのような人は王の前に立つが、卑しい人々の前には立たない。箴言第23章。治める人と共に座して食事するとき、あなたの前にあるものをよくわきまえ、あなたがもし食をたしなむものであるならば、あなたの喉に刀を当てよ。そのご馳走をむさぼり食べてはならない。これは人を欺く食物だからである。
富を得ようと苦労してはならない。賢く思いとどまるがよい。あなたの目をそれに留めるとそれはない。富はたちまち自ら翼を生じて、わしのように天に飛び去るからだ。物惜しみする人のパンを食べてはならない。そのご馳走をむさぼり願ってはならない。彼は心の内で勘定する人のように、食え、飲めとあなたに言うけれども、その心はあなたに真実ではない。あなたはついにその食べたものを吐き出すようになり、あなたの念頃な言葉も無駄になる。愚かな者の耳に語ってはならない。彼はあなたの言葉が示す知恵を癒しめるからだ。古い地境を移してはならない。みなしごの畑を犯してはならない。彼らの贖い主は強くいらせられ、あなたに逆らって彼らの訴えを弁護されるからだ。あなたの心を教訓に用い、あなたの耳を知識の言葉に傾けよ。こう凝らすことは差し控えてはならない。無知で彼を打っても死ぬことはない。もし無知で彼を打つならば、その命を黄泉から救うことができる。我が子よ、もしあなたの心が賢くあれば、私の心もまた喜び。もしあなたの唇が正しいことを言うならば、私の心も喜ぶ。心に罪人を羨んではならない。ただひねもす主を恐れよ。必ず後の良い報いがあって、あなたの望みは去らない。我が子よ、よく聞いて知恵を得よ。かつあなたの心を道に向けよ。酒にふけり、肉をたしなむ者と交わってはならない。酒にふける者と肉をたしなむ者とは貧しくなり、眠りをむさぼる者はボロを身にまとうようになる。あなたを産んだ父の言うことを聞き、年老いた母を軽んじてはならない。真理を変え、これを売ってはならない。知恵と教訓と悟りをも変え、正しい人の父は大いに喜び、知恵ある子を産む者はこのために楽しむ。あなたの父母を楽しませ、あなたを産んだ母を喜ばせよ。我が子よ、あなたの心を私に与え、あなたの目を私の道に注げ。遊女は深い穴のごとく、みだらな女は狭い井戸のようだ。彼女は盗人のように人を伺い、かつ世の人のうちに不真実なものを多くする。災いある者は誰か、憂いある者は誰か、争いをする者は誰か、忘れある者は誰か、ゆえなく傷を受ける者は誰か、赤い目をしている者は誰か、酒に夜を更かす者、言って混ぜ合わせた酒を味わう者である。酒は赤く、杯の中に泡立ち、滑らかに下る。あなたはこれを見てはならない。これはついに蛇のように噛み、マムシのように刺す。あなたの目は怪しいものを見、あなたの心は偽りを言う。あなたは海の中に寝ている人のように、帆柱の上に寝ている人のようになる。あなたは言う、人が私を打ったが、私は痛くなかった。私を叩いたが、私は何も覚えはない。いつ私は覚めるのか、また酒を求めようと。箴言第24章。悪を行う人を羨んではならない。また彼らと共におることを願ってはならない。彼らはその心に強奪を図り、その唇に人を損なうことを語るからである。家は知恵によって建てられ、悟りによって固くせられ、また部屋は知識によって様々の尊く、麗しい宝で満たされる。知恵ある者は強い人よりも強く、知識ある人は力ある人よりも強い。良い知識によって戦いをすることができ、勝利は多くの義する者がいるからである。知恵は高くて愚かな者の及ぶところではない。愚かな者は門で口を開くことができない。
悪を行うことを図る者を人はいたずら者と唱える。愚かな者の図るところは罪であり、あざける者は人に憎まれる。もしあなたが悩みの日に気をくじくならば、あなたの力は弱い。死地に惹かれゆく者を助け出せ、滅びによろめきゆく者を救え。あなたが我々はこれを知らなかったと言っても、心を図る者はそれを悟らないであろうか。あなたの魂を守る者はそれを知らないであろうか。彼は各々の行いにより人に報いないであろうか。我が子よ、蜜を食べよ。これは良いものである。また蜂の巣の滴りはあなたの口に甘い。知恵もあなたの魂にはそのようであることを知れ。それを得るならば必ず報いがあって、あなたの望みは捨たらない。悪しき者がするように、正しい者の家を伺ってはならない。その住むところに乱暴をしてはならない。正しい者は七度倒れてもまた起き上がる。しかし悪しき者は災いによって滅びる。あなたの仇が倒れるとき楽しんではならない。彼のつまずくときに心に喜んではならない。主はそれを見て悪いこととし、その怒りを彼から転じられる。悪を行う者のゆえに心を悩ましてはならない。横島な者を羨んではならない。悪しき者には後の良い報いはない。横島な者の灯火は消される。我が子よ、主と王とを恐れよ。そのいずれにも不従順であってはならない。その災いはたちまち起こるからである。この二つのものから来る滅びを誰が知り得ようか。これらもまた知恵ある者の信玄である。偏った裁きをするのは良くない。悪しき者に向かってあなたは正しいというものを人々は呪い、庶民は憎む。悪しき者を責める者は恵みを得る。また幸福が与えられる。正しい答えをする者は唇に口づけするのである。外であなたの仕事を整え、畑ですべてのものを己のために備え、その後あなたの家を建てるがよい。ゆえなく隣人に適して証言をしてはならない。唇を持って欺いてはならない。彼が私にしたように、私も彼にしよう。私は人がしたところに従って、その人に報いよう。と言ってはならない。私は怠け者の畑のそばと知恵のない人のぶどう畑のそばを通ってみたが、茨が一面に生え、麻実がその地面を覆い、その石垣は崩れていた。私はこれを見て心をとどめ、これを見て教訓を得た。しばらく眠り、しばらくまどろみ、手をこまねいて、またしばらく休む。それゆえ貧しさは盗人のようにあなたに来、乏しさは強者のようにあなたに来る。箴言第25章。これらもまたソロモンの箴言であり、ユダの王ヒゼキヤに属する人々がこれを書き写した。ことを隠すのは神の誉れであり、ことを極めるのは王の誉れである。天の高さと地の深さと、王たる者の心とは測ることができない。銀から金草を除け、そうすれば銀細工人が器を作る材料となる。王の前から悪しき者を除け、そうすればその位は正義によって固く立つ。王の前で自ら高ぶってはならない。偉い人の場に立ってはならない。たっとう人の前で下に下げられるよりは、ここに上がれと言われる方がましだ。あなたが目に見たことを軽々しく法廷に出してはならない。後になりあなたが隣人に恥ずかしめられるとき、あなたはどうしようとするのか。隣人と争うことがあるならば、ただその人と争え。他人の秘密を漏らしてはならない。そうでないと聞く者があなたを癒しめ、あなたはいつまでもそしられる。
折にかなって語る言葉は銀の彫り物に金のリンゴをはめたようだ。知恵をもって戒める者はこれを聞く者の耳にとって金の耳は聖金の飾りのようだ。忠実な使者はこれを使わす者にとって借り入れの日に冷ややかな雪があるようだ。よくその主人の心を喜ばせる。贈り物をすると偽って誇る人は雨のない雲と風のようだ。忍耐をもって解けば君も言葉を入れる。柔らかな舌は骨を砕く。蜜を得たならばただたるほどにこれを食べよう。おそらくは食べ過ごしてそれを吐き出すであろう。隣人の家に足を刺激してはならない。おそらくは彼は煩わしくなってあなたを憎むようになろう。隣人に適して偽りの証を立てる人は棍棒、剣、または鋭い矢のようだ。悩みに遭うとき不真実なものを頼みにするのは悪い歯、または萎えた足を頼みとするようなものだ。心の痛める人の前で歌を歌うのは寒い日に着物を脱ぐようであり、また傷の上に酢を注ぐようだ。もしあなたのあだが飢えているならばパンを与えて食べさせ、もし乾いているならば水を与えて飲ませよ。こうするのは火を彼の頭に積むのである。主はあなたに報いられる。北風は雨を起こし、陰ごとを言う舌は人の顔を怒らす。争いを好む女と一緒に家におるよりは屋根の隅におる方がよい。遠い国から来る良い消息は乾いている人が飲む冷ややかな水のようだ。正しい者が悪い者の前に屈服するのは井戸が濁ったよう、また泉が汚れたようなものだ。蜜を多く食べるのは良くない。褒める言葉は控えめにするがよい。自分の心を制しない人は城壁のない破れた城のようだ。箴言第26章。誉れが愚かな者にふさわしくないのは夏に雪が降り、借り入れの時に雨が降るようなものだ。言われのない呪いは飛び回るスズメや飛びかけるツバメのようなもので止まらない。馬のためには鞭があり、ロバのためには靴輪があり、愚かな者の背のためには杖がある。愚かな者にその愚かさに従って答えをするな。自分も彼と同じようにならないためだ。愚かな者にその愚かさに従って答えをせよ。彼が自分の目に自らを知恵ある者と見ないためだ。愚かな者に託してことを言い送る者は、自分の足を切り去り、身に害を受ける。足内の足は用がない。愚かな者の口には箴言もそれに等しい。誉れを愚かな者に与えるのは石を石投げにつなぐようだ。愚かな者の口に箴言があるのは酔った者が棘のある杖を手で振り上げるようだ。通りがかりの愚かな者や酔った者を雇う者はすべての人を傷つける射手のようだ。犬が帰ってきてその吐いたものを食べるように、愚かな者はその愚かさを繰り返す。自分の目に自らを知恵ある者とする人をあなたは見るか。彼よりもかえって愚かな人に望みがある。怠け者は道に獅子がいる、巷に獅子がいるという。戸が蝶つがいによって回るように、怠け者はその寝床で寝返りをする。怠け者は手を皿に入れてもそれを口に持って行くことを厭う。怠け者は自分の目によく答えることのできる七人の者よりも自らを知恵ありとする。自分に関係のない争いに携わる者は通り過ぎる犬の耳を捉える者のようだ。隣人を欺いて私はただ戯れにしたという者は萌木または矢または死を投げつける気が変な人のようだ。焚き木がなければ火は消え、
人の良し悪しを言うものがなければ争いはやむ。おきびに炭をつぎ、火に焚き木をくべるように、争いを好む人は争いの火を起こす。人の良し悪しを言う者の言葉は、美味しい食物のようで腹の奥に染み込む。唇は滑らかであっても、心の悪いのは上薬をかけた土の器のようだ。憎む者は唇を持って自ら飾るけれども、心の内には偽りを抱く。彼が声を和らげて語っても信じてはならない。その心に七つの憎むべきものがあるからだ。たとえ偽りを持ってその憎しみを隠しても、彼の悪は回収の中に現れる。穴を掘る者は自らその中に陥る。石をまろばし上げる者の上に、その石はまろび返る。偽りの舌は自分が傷つけた者を憎み、へつらう口は滅びをきたらせる。箴言第27章。明日のことを誇ってはならない。一日のうちに何が起こるかを知ることができないからだ。自分の口を持って自分を褒めることなく、他人に褒めさせよ。自分の唇を持ってせず、他の人にあなたを褒めさせよ。石は重く、砂も軽くはない。しかし愚かな者の怒りは、この二つよりも重い。憤りは無ごく、怒りは激しい。しかし妬みの前には誰が立ち得よう。あからさまに戒めるのは、密かに愛するのに勝る。愛する者が傷つけるのは誠からであり、あだの口づけするのは偽りからである。愛ている者は蜂蜜をも踏みつける。しかし飢えた者には苦いものでさえ皆甘い。その家を離れてさまよう人は、巣を離れてさまよう鳥のようだ。油と香とは人の心を喜ばせる。しかし魂は悩みによって裂かれる。あなたの友、あなたの父の友を捨てるな。あなたが悩みに遭う日には兄弟の家に行くな。近い隣人は遠くにいる兄弟に勝る。我が子よ、知恵を得て私の心を喜ばせよ。そうすれば私をそしる者に答えることができる。賢い者は災いを見て自ら避け、白のない者は進んでいって罰を受ける。人のために保証する者からは、まずその着物を取れ。他人のために保証する者をば程度に取れ。朝早く起きて大声にその隣人を祝すれば、かえって呪いとみなされよう。雨の降る日に雨漏りの絶えないのと、争い好きの女とは同じだ。この女を制するのは、風を制するのと同じく、右の手に油をつかむのと同じだ。鉄は鉄を研ぐ。そのように人はその友の顔を研ぐ。イチジクの木を守る者はその実を食べる。種子を尊ぶ者は誉れを得る。水に移せば顔と顔とが応じるように、人の心はその人を移す。黄泉と滅びとは飽くことなく、人の目もまた飽くことがない。るつぼによって銀を試し、炉によって金を試す。人はその称賛によって試される。愚かな者を臼に入れ、キネを持って麦と共にこれをついても、その愚かさは去ることがない。あなたの羊の状態をよく知り、あなたの群れに心を留めよ。富はいつまでも続くものではない。どうして位が末代までも保つであろうか。草が刈り取られ、新しい芽が伸び、山の巻草も集められると、子羊はあなたの衣料を出し、ヤギは畑を買う値となり、ヤギの乳は多くて、あなたとあなたの家の者の食物となり、乙女らを養うのに十分である。箴言第28章。悪しき者は追う人もないのに逃げる。正しい人は獅子のように勇ましい。国の罪によって治める者は多くなり、さとくまた知識ある人によって
国は長く保つ。貧しい者を教えてあげる貧しい人は、糧食を残さない激しい雨のようだ。律法を捨てる者は悪しき者を褒める。律法を守る者はこれに敵対する。悪人は正しいことを悟らない。主を求める者はこれをことごとく悟る。正しく歩む貧しい者は、曲がった道を歩む止める者に勝る。律法を守る者は賢い子である。不貧困な者と交わる者は父を辱める。利息と公理とによってその富を増す者は、貧しい者を恵む者のためにそれを蓄える。耳を背けて律法を聞かない者は、その祈りでさえも憎まれる。正しい者を悪い道に惑わす者は、自ら自分の穴に陥る。しかし誠実な人は幸福を継ぐ。止める人は自分の目に自らを知恵ある者と見る。しかし悟りのある貧しい者は彼を見破る。正しい者が勝つ時は大いなる栄えがある。悪しき者が怒る時は民は身を隠す。その罪を隠す者は栄えることがない。言い表してこれを離れる者は憐れみを受ける。常に死を恐れる人は幸いである。心を頑なにする者は災いに陥る。貧しい民を治める悪い司は吠える獅子、または飢えた熊のようだ。悟りのない司は残忍な圧政者である。不正の利を憎む者は長命を得る。人を殺してその血を身に負う者は死ぬまで逃れ人である。誰もこれを助けてはならない。正しく歩む者は救いを得、曲がった道に歩む者は穴に陥る。自分の電池を耕す者は食料に飽き、明記なことに従う者は貧乏に飽きる。忠実な人は多くの祝福を得る。急いで富を得ようとする者は罰を免れない。人を偏り見ることは良くない。人は一切れのパンのために咎を犯すことがある。欲の深い人は急いで富を得ようとする。かえって欠乏が自分のところに来ることを知らない。人を戒める者は舌を持ってへつらう者よりも大いなる感謝を受ける。父や母のものを盗んで、これは罪ではないという者は滅ぼす者の友である。むさぼる者は争いを起こし、主に信頼する者は豊かになる。自分の心を頼む者は愚かである。知恵を持って歩む者は救いを得る。貧しい者に施す者は物に不足しない。目を覆って見ない人は多くの呪いを受ける。悪しき者が怒る時は民は身を隠す。その滅びる時は正しい人が増す。箴言第29章。しばしば叱られても、なお頑なな者は、たちまち打ち破られて助かることはない。正しい者が権力を得れば民は喜び、悪しき者が治めるとき、民はうめき苦しむ。知恵を愛する人はその父を喜ばせ、遊女に交わる者はその資産を浪費する。王は公義をもって国を固くする。しかし重税を取り立てる者はこれを滅ぼす。その隣人にへつらう者は彼の足の前に網を張る。悪人は自分の罪の罠に陥る。しかし正しい人は喜び楽しむ。正しい人は貧しい者の訴えを顧みる。悪しき人はそれを知ろうとはしない。あざける人は町を乱し、知恵ある者は怒りを鎮める。知恵ある人が愚かな人と争うと、愚かな者はただ怒り、あるいは笑って休むことがない。血に飢えている人は罪のない者を憎む。悪しき者は彼の命を求める。愚かな者は怒りをことごとく表し、知恵ある者は静かにこれを抑える。
もし治める者が偽りの言葉を聞くならば、その役人らは皆悪くなる。貧しい者と教えたげる者とは共に世におる。主は彼ら両者の目に光を与えられる。もし王が貧しい者を公平に裁くならば、その位はいつまでも固く立つ。無知と戒めとは知恵を与える。わがままにさせた子はその母に恥をもたらす。悪しき者が権力を得ると罪も増す。正しい者は彼らの倒れるのを見る。あなたの子を懲らしめよ。そうすれば彼はあなたを安らかにし、またあなたの心に喜びを与える。予言がなければ民はわがままに振る舞う。しかし律法を守る者は幸いである。しもべは言葉だけで訓練することはできない。彼は聞いて知っても心に留めないからである。言葉の軽率な人を見るか、彼よりもかえって愚かな者の方に望みがある。しもべをその幼い時からわがままに育てる人は、ついにはそれを自分の後継ぎにする。怒る人は争いを起こし、憤る人は多くの罪を犯す。人の高ぶりはその人を低くし、心にへりくだる者は誉れを得る。盗人に組みする者は自分の魂を憎む。彼は呪いを聞いても何事をも口外しない。人を恐れると罠に陥る。主に信頼する者は安らかである。治める者の関心を得ようとする人は多い。しかし人のことを定めるのは主による。正しい人は不正を行う人を憎み、悪しき者は正しく歩む人を憎む。箴言第30章。マッサの人ヤケの子アグルの言葉。その人はイテールに向かって行った。すなわちイテールとウカルトに向かって行った。私は確かに人よりも愚かであり、私には人の悟りがない。私はまだ知恵を習うことができず、また聖なるものを悟ることもできない。天に昇ったり下ったりしたのは誰か。風を拳の中に集めたのは誰か。水を着物に包んだのは誰か。地のすべての限界を定めたものは誰か。その名は何か。その子の名は何か。あなたは確かにそれを知っている。神の言葉は皆真実である。神は彼により頼む者の盾である。その言葉に付け加えてはならない。彼があなたを責め、あなたを偽り者とされないためだ。私は二つのことをあなたに求めます。私の死なないうちにこれを叶えてください。嘘、偽りを私から遠ざけ、貧しくもなく、また富もせず、ただなくてはならぬ食物で私を養ってください。飽き足りてあなたを知らないと言い、主とは誰かということのないため、また貧しくて盗みをし、私の神の名を汚すことのないためです。あなたはしもべのことをその主人に、足ざまに言ってはならない。そうでないと彼はあなたを呪い、あなたは罪を着せられる。世には父を呪ったり、母を祝福しない者がある。世には自分の目に自らを清い者として、なおその汚れを洗われない者がある。世にはまたこのような人がある。ああ、その目のいかに高きことよ。またそのまぶたのいかに吊り上がっていることよ。世にはまた剣のような刃を持ち、刀のような牙を持って、貧しい者を地の上から、乏しい者を人の中から食い滅ぼす者がある。昼に二人の娘があって、与えよう、与えようという。悪ことを知らない者が三つある。いや、四つあって、皆もうたくさんです、と言わない。すなわち読み、不妊の体、水に乾く地、もうたくさんだと言わない日がそれである。自分の父をあざけり、母に従うのを卑しいこととする目は、
谷のカラスがこれをつつき出し、ハゲタカがこれを食べる。私にとって不思議に絶えないことが3つある。いや、4つあって私には悟ることができない。すなわち空を飛ぶハゲタカの道、岩の上を這う蛇の道、海を走る船の道、男の女に会う道がそれである。遊女の道もまたそうだ。彼女は食べて、その口を拭って、私は何も悪いことはしないという。地は三つのことによって震う。いや、四つのことによって耐えることができない。すなわち奴隷たる者が王となり、愚かな者が食物に飽き、忌み嫌われた女が嫁に行き、はしためが女主人の後に座ることである。この地上に小さいけれども非常に賢いものが四つある。アリは力のない種類だが、その食料を夏のうちに備える。岩ダヌキは強くない種類だが、その家を岩に作る。イナゴは王がないけれども、皆隊を組んで入れ立つ。ヤモリは手で捕まえられるが、王の宮殿におる。歩きぶりの堂々たるものが三つある。いや、四つあって皆堂々と歩く。すなわち獣のうちで最も強く、何者の前にも退かない獅子。尾を立てて歩くオンドリ、おやぎ、その民の前を威張って歩く王がそれである。あなたがもし愚かであって自ら高ぶり、あるいは悪事を図ったならば、あなたの手を口に当てるがよい。乳を締めれば牛乳が出る。鼻を締めれば血が出る。怒りを締めれば争いが起こる。信玄第31章。マッサの王レムエルの言葉、すなわちその母が彼に教えたものである。我が子よ、何を言おうか。我が胎の子よ、何を言おうか。私が願をかけて得た子よ、何を言おうか。あなたの力を女に費やすな。王も滅ぼす者にあなたの道を任せるな。レムエルよ、酒を飲むのは王のすることではない。王のすることではない。濃い酒を求めるのは君たる者のすることではない。彼らは酒を飲んで掟を忘れ、すべて悩む者の裁きを曲げる。濃い酒を滅びようとしている者に与え、酒を心の苦しむ人に与えよう。彼らは飲んで自分の貧乏を忘れ、その悩みをもはや思い出さない。あなたは黙っている人のために、すべてのみなしごの訴えのために口を開くがよい。口を開いて正しい裁きを行い、貧しい者と乏しい者の訴えを正せ。誰が賢い妻を見つけることができるか。彼女は宝石よりも優れてたっとい。その夫の心は彼女を信頼して、収益に欠けることはない。彼女は生きながらえている間、その夫のために良いことをして悪いことをしない。彼女は羊の毛や甘を求めて、手づから望みのようにそれを仕上げる。また商人の船のように遠い国から食料を運んでくる。彼女はまだ夜の明けぬうちに起きて、その家の者の食べ物を備え、その女たちに日曜の分を与える。彼女は畑をよく考えてそれを買い、その手の働きの実を持ってブドウ畑を作り、力を持って腰に帯し、その腕を強くする。彼女はその商品の儲けのあるのを知っている。その灯火は昼夜消えることがない。彼女は手を糸取り棒に伸べ、その手に炭を持ち、手を貧しい者に開き、乏しい人に手を差し伸べる。彼女はその家の者のために雪を恐れない。その家の者は皆紅の着物を着ているからである。彼女は自分のために美しい人根を作り、天布と紫布と思ってその着物とする。その夫はその地の長老たちと共に町の門に座するので人に知られている。彼女は天布の着物を作ってそれを売り、
帯を作って商人に渡す。力と気品とは彼女の着物である。そして後の日を笑っている。彼女は口を開いて知恵を語る。その下には慈しみの教えがある。彼女は家のことをよく顧み、おこたりの糧を食べることをしない。その子らは立ち上がって彼女を祝し、その夫もまた彼女を褒めたたえて言う。立派にことを成し遂げる女は多いけれども、あなたはそのすべてに勝っていると。あでやかさは偽りであり、美しさは束の間である。しかし主を恐れる女は褒めたたえられる。その手の働きの実を彼女に与え、その行いのために彼女を町の門で褒めたたえよう。